い、どうもこんにちは。筋トレ好き整体師藤村です。本日の内容はこちらですね。大公開、当院で教えている肩甲骨剥がしという内容でお話しさせていただこうと思います。僕の整体にはですね、肩こりでお悩みの方が、たくさんいらっしゃるんですが、その方たちが共通しているのは肩甲骨が肋骨にへばりついて動かなくなってしまっている方が非常に多いです。本来であればこの肩甲骨は肋骨に対して少し浮いた状態で自由に動けるような骨になっているんですが、肩こりで悩まれている方は肩甲骨周りの筋肉が非常に硬くなりすぎてしまって、肩甲骨がこの肋骨にへばりついた状態で動かなくなってしまっています。ですので、慢性的に肩こりをお持ちの方はまずはこの肩甲骨がしっかり肋骨から離れたような状態を作ってあげないといけないんですね。では実際に肋骨から肩甲骨が剥がれたような状態になるためにはどんな動きが必要かというと、立つ肩甲骨、この漢字を取って立甲という動きが非常に重要になります。立甲は画像で見るとこのような状態ですね。肩甲骨が立った状態、羽が生えたように見えますね。これが立甲と言います。立甲とはこの肩甲骨が外転上方回旋という動きをして、肩甲骨の内側が肋骨から離れて立ったような状態になります。この立甲を可能にするのはこちらの前鋸筋と言われる肩甲骨の裏の内側から脇に広くついている筋肉がしっかり働くことによって肩甲骨の内側が肋骨から離れます。立甲が少しでもできると肩甲骨の動きは改善されるので、手を後ろに回して親指をできるだけ高いところまで上げる、この動きが改善されていくのが一つの指標になります。ただし立甲を習得するのはなかなか時間がかかってしまうので、当院では誰でも簡単にできるような肩甲骨を剥がす立甲の方法をお伝えしています。今からその方法をお伝えさせていただこうと思います。では今から当院でお伝えしている肩甲骨剥がしの方法をご紹介させていただきます。まず親指をできるところまで上げていきます。僕の場合は今はこれぐらいです。そうしましたら手で腰を強く押していきます。10秒間押していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、手で腰を強く押している間に前鋸筋と言われるこの脇の筋肉がしっかり働くことによって、押している間肩甲骨の内側がしっかり
肋骨から離れてきます。10秒押していただいたら、もう一度親指がどこまで上がるか確認していきます。僕の場合ここまで上がるようになりました。腰を10秒押す前と後で親指の高さがしっかり上に上がるようになっていれば、肩甲骨は剥がれやすくなっています。以上が当院でお伝えしている簡単な立交肩甲骨剥がしの方法になります。ということで本日は当院でお伝えしている簡単にご自身で肩甲骨を剥がすような方法をお伝えさせていただきました。もし肩甲骨がガチガチに硬くなってしまっている方は、本日お伝えさせていただいたセルフケアを毎日1日2セットから3セット最低でもやっていただければ、必ず肩甲骨は肋骨から離れて柔らかくなってきますので、ぜひ試していただけるといいと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。